どうも高井です。見た目善人、羊の皮をかぶった狼の支配者、彼らへの私の第一印象というのは、上司のような強い人に対してはペコペコするんだけど、部下みたいな弱い人にはすごい冷たく徹するっていう感覚ですね。なるべく人としては関わり合いたくないよね。でも関わらざるを得ないって人にとってはこの本は対策本になるんじゃないかな。これから10分にかけてこの本の内容を紙にまとめているので話していきます。特徴6つあります。常に自分の思い通りにすること、相手に勝利することを求めている、人の上に立ち人に命じる地位を得ることを常に望む、他者に及ぼす力と支配を求めている、自分の見せ方を心得ており、自分に対する抵抗を懐柔する方法に長けている、偽りとはいえ礼儀正しく魅力的に振る舞い、相手を自分の虜にできる、恥を恥とも感じないファイター、狡猾で負けをなかなか認めようとしない、善悪の区別は知ってるが目的のために良心は棚上げにすることもできる、人に対して容赦はなく人間関係とは搾取するもしくはされるの関係だとも考える、人と争うことが本当に必要な場合なのか、そしてその判断に誤りはないかを学ぼうとしない、一旦自分の負けを認めて譲歩し、相手に屈するようなことがあっても長い目で見れば勝利となる事実を決して学ぼうとしない、意見のある戦い方、フェアな戦い方を知ろうとしない、屈服を嫌悪しているので負けを認めることによって得られるかもしれない前向きな可能性は理解できない、幼稚な利己主義と自己中心主義の克服を学ぼうとしない、誰であろうと相手の弱点は自分の利点にしか思えない、この人との向き合い方、4つあります。羊の皮をまとう狼の特徴に熟知する、人間関係をどのように操作して狙った相手はどう支配しコントロールしようとしているのか、そのために好んで使う手口について精通する、人間は恐れと不安を抱えているものだと自覚する、支配してくる人は恐れや不安を利用して相手の力を弱めようとする、自分のどの点を変えれば相手の攻撃をとつける隙を軽減できるのか、それをわきまえておく、彼らの支配者の使う戦術、一つ目合理化、理屈に悟い良心な人です的な人でさえ相手が唱える説明や正当性にたやすく騙されてしまうほど効果的な戦術、話題転換、問い詰め相手の困難しからざる一面や行為について話し合うにも、相手は話題をすり替え問題をはぐらかすなどこちらの不意をつくことにかけて達人、はぐらかし、ズバリの質問に窓外れや不適切な返事で応じた際など窮地に追い詰めるものを避けたり、問題を意図的に回避しようとする場合に使われる、暗黙の威嚇、頻繁に揺さぶりかけ気を回せ不安を煽り犠牲者を一段低い地位にとどめ支配したままにしておくことをする、羞恥心を刺激する、さりげない皮肉なので相手の不安をかきたてその自信に揺さぶりかけていくという策略、被害者を演じる、相手の同情を得ようと意図して不運な人間や人に傷つけられた被害者を演じ、それによって相手の感情をかきたて目的とするものを中心に収めようという策略、犠牲者を抽象する、被害者を演じると一緒に使われることが少なくない、攻撃する側には策略によって被害を受けているのは自分で、自分を守るためには必ずしも戦いに応じるしかなかったと見せかけることができる、忠実なる下辺を演じる、自分勝手な目的をあたかも崇高な理念に報じているかのように取り繕うことができる、責任を転嫁する、自分に向けられた非難を転嫁できる先を常に探し求めている、スケープゴートを見つけ出すことにすごく秀でている、しかも巧妙に行っているのでその企みを見抜くことは容易ではない、無実を装う、
加えた攻撃についてそれはわざとではないと相手に信じ込ませ、非難される行為はしていないと被害者を納得させるときに用いる。無実を装うと混乱を装う。相手が話す内容について無知を装ったり、自分の注意を促そうと躍起になっている相手に対して困惑した様子を装ったりする。これ見逃しに威嚇する。怒りとは他者への攻撃に先立って生じる無意識の感情的な反応。これに対して被害者側の性格の見つめ直しポイントです。5つあります。過剰にナイーブ、幸福で悪質、しかも冷酷人間実在するという考えをどうしても受け入れることができない。2つ目、過剰に良心的、人に対してではなく自分自身に対して厳格的なタイプじゃないかな。3つ目、自分自身、自信に乏しい、当然の欲求や要求について自己主張する権利は果たして自分にあるんだろうかと常に不安を抱いている。4つ目、理詰めで物事を考えすぎている、過剰なほど理詰めで物事を考えるタイプじゃないかな。依存感情、従属的で一人主体的で行動することで恐怖を感じてないかな。被害者のやるべき対応はここからですね。個人的な限界を設ける。対人関係で自分の力をさらに高めていくには自分の言動について2つの限界を設けておくことは重要。相手の行為に対してどの程度まで行うことができる、許容できるか、それを超えたら反発するとか関係を清算するなどを決めておく。2つ目、自分自身をもっと大切にするためにどんな行動が取れるか、それを意思と可能性の両面から決めておく。はっきりと要求する。頼み事をするときは自分が何を望んでいるのかはっきりと相手に伝える。必ず私はと語るようにして曖昧な言い方を避ける。具体的に伝わるように心がける。ダイレクトな返事だけを受け入れる。ひとたびダイレクトで誤解のない要求を告げたら相手に対してもダイレクトで誤解のない返事をするよう要求していく。相手の返事がなければ改めてもう一度尋ねる。その際喧嘩腰や威嚇することなく敬意を持って相手に主張する。集中力を保って目の前の問題を考える。相手はこちらを攪乱させようと話題転換やはぐらかしといった策略で落ちてくることが多々ある。あざけりや憎しみ、露骨な非難を避ける。相手は攻撃を仕掛ける口実を常に探し求めて余念がない。自分に向けられたいかなる敵も攻撃だと受け止め、それに対応戦するということは正しいことであると感じている。性格について非難を受けると否認や選択的不注意、タバスというお得意の手口で攻撃してくる。脅迫するような真似は避ける。説得することで相手に変化を促すのではなく、脅すような行為は決してしてはならず、きちんとした行動を取らなくてはならない。行動は素早く起こす。ひとたび勢いがついてしまうと、どんな攻撃的な対応も手遅れになってしまう。自分の考えを話す。私はという主語ではっきりと語るようにして、他の人間の意見を代弁しようなど考えない方がいい。妥当な合意を結ぶ。双方の意見を合意させる場合、内容は適当で信頼でき、嘘ではないと立証できるかどうか、必ず整理させるという強制力を持っているものだけはならない。相手の反撃に備える。強者であることに相手はどれだけ固執しているかを常に念頭に置いた方がいい。なるべくだったらそういう人たちで離れた方がいいんですけど、それでもその支配者と離れられない人にとってはこの本しかり私の動画も非常に役立つ武器になると思うので、ぜひともこれから頭の中の片隅にも置いて、で磨けるときに磨いていきましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。